皆さんおはようございます、ようこそ神戸大学経営学部のオープンキャンパスにお越しくださいました、皆さんご存知の方多いと思いますが、日本で我が国で最初にできた経営学部です。今、私立大学も含めてね、全国に経営学部と名の付く学部が、たくさんあると思います。でその一番先駆けがここの神戸大学です。で、あとそれからさらに言うと、東大や京大や阪大やというこういう旧帝大にはない学部ですね。で、非常にだからユニークな学部なんですよ。で、経営学部だけで教員が60名、約60名います。で、それぞれ の領域、それぞれのスタンス、立場から研究されている先生方ばっかりなんですね。で、もちろんこの60人っていう規模を持っておる大学というのは他にありません。私学では一部あるかもしれませんが、公立大学で一番大きな経営学ですね。経営っていう言葉は別に企業に限ったことじゃなくて、どのキャリアに進む人にとっても有意義な、そういう言葉なんですよ。で、そのことについて大学の4年間で学ぶ場、これが神戸大学経営学です。僕は経営学部の3年生で、部活は ESS っていう英語にディベートしたりディスカッションしたり、あとは演劇したりするような部活に入ってて、もう異国連っていうサークルにも入ってます。入学したきっかけっていうのはもちろんまあ、日本のトップスクールだっていう経営学のトップスクールだっていう理由が主なんで、本当にそれだけって感じで、受験勉強についてはもうテクニックとかは言えないんですけれども、ぜひ今の自分の学力の現状っていうのと目標へのその差っていうか、自分は何ができないんだろうなっていうのを常に意識することだけだと思います。僕はそれさえあれば受かりますし、それやらなかったら落ちるだけです。で、経営学に入って良かったことっていうのは、僕は能動的に頑張る人に必ず機会を与えてくれるっていうことで、さっき言ってた3つのプログラム、会計士とか会話とか経営学特別学習プログラムっていうのも、やっぱり自分から参加しないと得れないものなんで、そこはぜひ積極的に参加してほしいし、部活だってサークルだってそれもそれ、ただ単に信頼の経営学部に入ったら受験じゃない、就職も別にいけるやろうとか、大学生活も楽しいやろうって思ってるだけじゃ無理で、自分から行かないとやっぱりそういうのも得れないんで、そこはぜひ意識してほしいなって思ってます。で、海馬留学プログラムっていうのが僕が一番多分大学時代力入れていたプログラムで、で1年2年生から経営学を英語で勉強して2回生の時からですね。で、3回生の夏から1年間の交換留学に行って4年間で卒業するっていうプログラムです。で、僕は実は今3回生の8月なんで、8月の末からフランスのビジネススクールのエセックビジネススクールっていうところに行きます。で、それ東大よりランキング上位の大学って言ってるんですけど、これが右側が僕の行くエセックビジネススクールなんですけれども、マネジメントとかファイナンスの領域で世界5位ぐらいの実力を持ってるらしくって、ヨーロッパとかもちろんいろんな全国じゃないな、その世界各地からすごく、意識の高いというか一緒に学べるようなのはすごくいい機会かなと思ってます。で、留学をする目的が明確っていうのは、さっき言った通り語学留学とかじゃないので、自分が経営学を勉強にするしに行くんだっていうふうにして、自分の目的意識が明確になりますし、そこは楽しいかなって思います。神戸大学のいいところって、もちろん経営学がトップの、日本トップのビジネススクールっていうのも、ビジネスの、大学っていうのもあるんですけれども、すごくキャンパス間の移動っていうのが楽なので近いじゃないですか。例えば工学部とか農学部とか理学部とか国際人間科学部とかが近いので、僕が興味を持った他学部の領域っていうのも専攻じゃないな、学べるんですよ。僕はそれがすごくいいなと思っていて、で、例えば僕が社会人になって西洋建築とか学びたいなって思っても、やっぱり得る機会って難しいと思うんですけれども、今だったら授業が終わってからちょっとキャンパス移動して、建築の本当に日本でも屈指の教授から教えてもらえるし、そういったところでも自分から進んで勉強できるっていう環境は十分に用意されていると思います。ぜひ皆さん、今は楽しくない受験勉強かもしれないですけれども、大学ではぜひ自分から進んで何かを得る体験っていうのをたくさんしてほしいですし、これからもいろいろな楽しいカリキュラムだとか講座っていうのは自分から進む限りにおいてはたくさん用意されているので、その辺意識してこれからの大学の勉強とかも頑張っていただきたいなっていうふうに思ってます。以上です。